ご視聴ありがとうございます。トロピーお疲れです。というわけで今回は、樺太殺人事件、注目トップ10やっていきたいと思います。今回はね、もうストーリーもめちゃくちゃ重厚で、謎解きも奥深いっていうセットなんですけど、カードもね、なんかね、謎が多いような、なんか使ってみないとよくわかんないようなカードがいっぱいあってですね、いやー、一刻も早く試したいと思っていますが、まあ、いつも言ってますが、このね、ランキング動画、個人的な評価になるので、一人の意見を鵜呑みにせず、いろんな人の意見を参考にしてみましょう。まあ、それでね、総合的に自分の意見を固めてみると、よりね、新セットを楽しむことができると思います。というわけで、早速、第10位からやっていきましょう。第10位は、死人に口なしです。黒の確定全体除去、さらに証拠収集6でキーカードを根こそぎ対処できます。全体除去といえば白という感じだったので、黒にも使いやすいカードが登場したのが嬉しいですね。除去しても墓地から何度も蘇らせる青白メンター相手にはかなり強そう。それにしてもね、今のスタンダード全体除去の種類がもうめちゃくちゃ豊富ですね。樺太殺人には白にも4マナの承認隠滅があるので、リミテッドでも全体除去をしっかり警戒しないといけない時代がやってきたようです。続いて第9位。第9位は間の悪い爆発。4マナの手札入れ替え。捨てたカードの最大マナ総量分の全体火力ということで、例えば3マナと4マナのカードを捨てた場合は全体4点火力が飛びます。ドロー呪文を打った時、そのターンはマナを使ってしまって行動が制限されがちですが、同時にクリーチャーを一掃できるのがテンポよく使えて強い。捨てたカードを後で活用できると嬉しいので、グリクシス、リアニメートなどにはぴったりの1枚ですね。リアニメートしたいカードを捨てて、盤面を整理して、墓地から釣るカードを探す。これがね、すべて同時にできちゃいます。一応捨てるのは2位なので、暇の時に2ドローカードとして使ってもいいですが、カードを捨てる場合、2枚必ず捨てなければいけません。1枚だけ捨ててダメージというのはできないので、使う際はご注意を。続いて第8位。第8位は、真紅の鼓動の事件。真鏡槍のグオだみたいな意見もありますが、出したターンは手札を入れ替えるだけなので、相手にプレッシャーがないので言うほど鏡槍の偶話ではありません。ただね、解明完了した時は毎ターン2ドローになるんで、常に手札を使い続けて攻めたい赤いデッキでは息切れせずに戦えるのが利点。また解明条件についてですが、終了ステップ開始時に手札0枚かをチェックします。苦しめる声なので、ターンの途中で一瞬だけ手札が0枚になり、後々手札がある状態で終了ステップを迎えたら解明完了しないのでご注意を。続いて第7位。第7位は自然な溶け込み。集合した中隊みたいなイメージで語られていますが、デッキの採用カードを選ばず、必ず225砲を2枚マイナスことができるので、これを使うなら構築は結構変わりそう。集合した中隊をフル採用する場合、3万以下のクリーチャーを22枚以上採用しないと効果的に使えないとされており、デッキ60枚中26枚のカードが完全に固定の状態になります。対してこちらはスカルことがないので、クリーチャーの数は減らしてもいいし、4マナ以上のクリーチャーを採用しても OK。また、唱えたり出る際にデメリット能力を持つカードをうまく使うために採用するパターンもありそうですね。例えば、湿地帯のグルフ。こちらはね、1枚捨てないと出せないんですが、22で攻撃してきたと思ったら、表返していきなり5点パンチとかもできそうです。下環境であれば脱出せずにクロクサ、ウーロが攻撃できますし、パレキシャン、ドレッドノートの新たなおもちゃとしてもよし。他にもあえて巨大なパーマネントを偽装しておき、精霊界との接触の混力でブリンクして表にするという使い方も可能。いろんな悪さができそうなので、個人的にはかなりポイント高めです。続いて第6位。第6位は、よなれた見張り、デルニーです。パワー2以下をこれでもかとサポートし尽くす。コンセットでもトップレーダーという感じでね、騒がれている1枚ですね。汎用性の高い目視力シェルデレットも無視して攻撃できるのはアグロデッキの誰もが欲しがる能力。ただ、経験なしマイデニック、作望の剣者ラフィン、ムンパの説教者にはですね、ブロックされてしまうのでご注意を。そして誘発が2回になる能力ですが、重複したら強そうなのは星の数ほどあります。例えば、大洞窟のコウモリ。コウモリで2枚半ですはエグすぎないかと思ってしまいますが、こちらのね、デルニーなんですが、うろつく玉座と同じで、出た時以外の能力も2回になるので、5ホーム2回、ラヒンの攻撃誘発も2回。特に今スタンダードで猛威を振るっているマント毒性はパワー低めのカードで構成されているので、毒を戦闘で与える特性からも相性抜群です。なお、毒を与える効果は重複しないのでご注意を。まあこのデルニーなんですが、個人的には3万の割に除去しやすいサイズなのと、単体で強くはないので、誘発を増やしたいカードを的確に対処されてしまうと悲しいことに。切り崩しでやられてしまうのも不安要素です。楽しそうでね、僕もかなり使ってみたいんですが、競技レベルで考えると、個人的にはそこまで評価は高くないのかなということで、6位にしておきます。続いて第5位。
第5位は謎の骸骨の事件。2ターン目にパー2の100が出て解明完了すれば悪魔の矜持者、序盤ブロックしづらいクリーチャーで来訪を攻められる上、除去されたらそれはそれで状況に合わせたカードをサーチできるという柔軟さがゾンビとは違い知性を感じさせます。ただサーチは強力なものの、出てくるトークンは容疑をかけられていてブロックはできないので、序盤守りたいデッキよりは攻撃的なデッキの方がフィットします。最近は序盤から攻める黒いデッキが増えてきているので活躍の場が多くありそうですね。サクリファイスデッキだと解明条件を達成しやすくて無駄になりません。欲しいけど重複して引きたくはないオヘルアショにいると鬼流のカノトココンボを探しに行く動きは結構強そうです。続いて第4位。第4位は危険な欲です。ダメージを与えたクリーチャーをサクッて3ドロー3点ドレイン。戦闘ダメージを与えたクリーチャーを利用するのが基本ですが、ボルダーレンの美食家など効果ダメージを与えるクリーチャーでもよし。毎回トークン出すけどすぐ消えちゃうカードとも相性がいいですね。例えばネファリアのグール呼びジャダ、ウラブラスクのヨーコロとかですね。地図機械とのブロックされないトークンも最高です。新カードだと謎の骸骨の事件の解明条件を達成できてめっちゃ良さそう。ちなみに自分にダメージを飛ばすタイプのカードでも OK です。一応注意点なんですが、インスタントだからといってダメージを与えてきた相手がコントロールするクリーチャーをコストにすることはできません。能動的な方法で使いこなしましょう。続いて第3位。第3位は地震モグラ、アンズラグ、ドラゴンとか恐竜ではなく、なぜかモグラが戦闘最強生物。クソデカパワーなのにブロックすると追加戦闘。こいつだけじゃなくて他のやつらも2回殴れるようになるので、こんなんも実質ブロック不可と一緒です。ターンが返ってくればそのまま勝てると言っても過言ではありません。3から4マナを中心に使うデッキならボルダレンの興奮探しは抜群の相性。三女でパワー10、投げ飛ばして20点。しかしですね、現代 MTG では何のお膳立てもなしに4マナのカードが活躍する環境ではありません。忠実な護衛ハジャールやリハンダにスクレールで除去耐性、無謀な嵐探しで速攻つけてパンチという感じでね、神なのでしっかりお供え物を用意しましょう。八百長試合もいいですよ。こういうね、生きて帰ってくれば強いけど帰ってこないと何もしないカードっていうのはなかなか思い通りに活躍しないのが MTG の歴史あるある。ただ4ターン目にポンと出してもすぐに除去られるのがオチなので、他のカードでサポートしてあげましょう。続いて第2位。第2位は脱走です。高速アグロデッキは初手を見て3ターン目までにどんな動きができるかを考えてマリガンするか決めると思うんですが、2ターン目の動きが微妙だと結構ねキープするか悩ましいんですよね。そんなマリガン基準を引き下げてくれるのがこのカード。2ターン目にいきなり速攻表して攻撃しに行けるし、3マナ以上引いても手札に持っておけるのが優秀。特に太陽の執事長インティのような攻撃時の誘発を持つカードと一緒に使いたい。不安定になりがちなグルールアグロを助ける最高の1枚です。アンコモなのもめちゃくちゃ嬉しい。下環境でも献身のドルイドと領事の自信による無限マナコンボの追加戦力と注目されています。そしてカルロフテ殺人事件注目カード第1位。今回トロピ大塚が第1位に選んだのは謎めいた街灯です。こちらね、単純に使っても3マナ32で誤報にプラスブロックされないというね、これだけでもねかなりプレッシャーがある強さだと思います。正直ね、ミラディンのためには何だったのかという、ね、感想が出てきてしまうほど性能差がある気がします。あっちはね付け替えができるんですけど、圧倒的にねこの謎めいた街灯強いかなと思います。装備しているカードが対処されたとしても手札に戻せばもう1回偽装可能。しかも2マナで戻せるのは軽すぎる。アーチファクト破壊を持たれていても2マナ構えておけば実質除去不能。色も青なのでマナを立たせておくのは難しいことではないでしょう。下環境ではアーチファクトであることを活かしハサミデッキに良さそうですね。裏向きのカードは無色なので幽霊火の刃も装備1マナ。このカードの魅力はシナジーがなくても使いやすくデッキを選ばないこと。強さが証明されればどのデッキでも採用されそうな、正直今ねあんまり話題になってないのが不思議なくらいもう超期待の1枚です。今回ね、セット全体では一見分かりにくいような変わった効果を持つカードが多い印象でした。使ってね、どんなものか試したいカードばかりなんで、実際リリースして使ってみたら評価が大幅に変わったみたいなことがたくさん起こりそうですね。皆さんもよかったら注目しているカードコメントで教えてください。またハレレアではですね、このカルロフテ殺人事件のボックス予約も行っております。ぜひボックス予約はハレレアで。ということで、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。トロピ大塚でした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。